どうも、ブルームビューティーバーのゆきです。あのね、電車あるある、特にね地下鉄あるあるだと思うんですが、あの電車の窓をね鏡代わりにして前髪だけやたらちまちまとヘアセットする人いませんか？まあ、今はねメンズはマッシュが流行っているので、私が電車によく乗っていた時とはまた状況が違うんですけれども、人によってはねめちゃくちゃ後ろの方から前髪に持ってくる人がいるんですよ。そうすると本人は前からしか自分のことが見えてないからね、よし決まったみたいな感じでいるんですけど、後ろはどうなっているのかっていうと、すごくぺたんこ絶壁ヘアになっています。そこがねもう本物の崖なら茂みかき分けてたら気づかずにいきなり落下してしまうほどのレベルです。というかね、電車で何分もねちまちまと髪をいじっている人でモテそうな人をね見たことがないですし、もうねナルシストと勝手に私は認定してしまっています。あの証明写真の撮影ならいいんでしょうが、人ってね普段は正面から見られるよりも圧倒的にですよ、横顔の方が見られています。もしこれがね気になっている人とのデートだったら大変です。もう後ろの髪どうしたのって心の中で思われてしまいます。これは男性だけでなくて女性にも言えることで、日本人ってねあの骨格的に絶壁の人が多いのですが、まあ私もなんですが、顎から耳上の延長線と頭のセンターラインが交わったところにねゴールデンポイントっていうのがあります。あのちょっとよくわからないっていう方はブログを見ていただけると画像を貼っておくので、でこのゴールデンポイントをねふんわりさせることでヘアスタイルのバランスも良くなって、見た目の印象もぐっと良くなるわけです。頭の形とかもねすごく綺麗に見えるんですね。例えば朝起きるとこの後頭部ってね枕によってペタンと潰れていたりします。他がね跳ねたりしてなければ、パッと鏡を見ただけではね結構気づかない部分だったりするんですね。あのゴールデンポイントを一回根元から濡らして、ドライヤーでねあの根元を起こすように乾かしたりとか、マジックカーラーを使ったりするとふんわりするので、朝ねそこをやってもらえるだけでも結構髪っていうか頭の形がね変わります。あの私のね以前勤めていた美容室での先生がねよくお客様に、髪はね顔の額縁なんですよ、例えばモナリザとか絵画だって額縁があるからなんかすごい立派な絵に見えるでしょと言ってました。まあアートに詳しい人が聞いたら怒っちゃう内容かもしれないんですが、皆さんね納得してたんですね。実際髪型が決まっているとなんかかっこよく見えるし、なんか可愛く見えます。それだけね髪が人にあの与える印象っていうのはね大きいんですね。なのでモテたい人は後ろの髪もぜひ意識してみてください。それではブルームビューティーバーのゆきでした。